こんにちは。日本学術書道会の田村喜蘭です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、我見るに一切あまねく皆平等、獅子愛憎の心あることなしです。般若の知恵を悟った者にとっては、目で見、耳で聞く等の森羅万象、一切すべてが平等である。したがってそこにはあれとかこれとか、かわいいとか憎いとか、是非特質等の差別はありません。釈尊が三千草木十戒成仏と言ったところです。今から我見るに一切あまねく皆平等、獅子愛憎の心あることなしを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。